東京都が確認した新型コロナウイルスの感染者は481人で、月曜日では最多となりました。小池都知事は感染の拡大を抑えるために年末年始を静かに過ごすよう改めて都民に呼びかけました。ぜひとも年末年始静かにお過ごしをいただきたい。この時期をどう過ごすかは、今日のような数字がこれから続くのかどうかにかかってきます。東京都では月曜日では最多となる481人の感染が確認されました。曜日ごとの感染者は2週間連続で最多を更新していて、感染の拡大が止まりません。また6人の死亡が確認され、重症者は81人でした。都の担当者は、明日からの年末年始期間は診療を行う医療機関も減り、今までと同じ体制ではなくなるとして、都民には外出を控えるなど、しっかり感染対策をしてほしいとしています。